鳥羽展望台、鳥羽展望台は、三重県鳥羽市のパールロード沿線にある展望台。パールロード随一の眺望と称される。箱田山の山頂にあり、元旦には初日の出を見に来る客で賑わう。展望台からの眺望所在地は、三重県鳥羽市、国崎町あざ大岳山の山。展望台からは、太平洋が一望でき、厚見半島、上島、安城岬、大王崎のほか、 天候次第で、富士山や日本アルプスまで見通せるという。敷地内に展望所が点在する。展望台の他に観光施設、食国座王と箱田山園地がある。以前はヘリコプターによる遊覧飛行が行われていたが、現在は中止している。パールロードで開催されるサイクルマラソン、鳥羽島戦大会の 100km コースの折り返し地点である。 初日の出の際には午前4時に駐車場が開放され、4000から5000人の人出がある。レストランでは初日の出を眺めながら、朝食をとることができる。食国座王食国座王は、鳥場展望台にある、有限会社のアの経営する観光施設。2002年1月5日までは、財団法人三重ビジターズ推進機構が運営する、鳥場展望台レストハウスであった。 営業時間は9時から17時。またいつかは、訪れたい、観光地を目指している。以下の店舗からなる。箱田山園地は、鳥場展望台の周囲を取り巻く公園。環境省と三重県によって設置された。遊歩道が整備されている。園内には、山口聖子の区比や、鳥羽市出身の鳥場一郎、山川豊兄弟の楽曲。 兄弟種の歌詞が刻まれた本の形の石碑がある。ありがとうございます。